イギリス文学、イギリス文学、イギリス文学、もしくは英文学、とは、イギリスの文学、及びそれらの作品や作家を研究する学問のこと。アメリカ文学と合わせて、英米文学と呼ぶこともある。なお、英文学イングニッシュリテラチャーといった場合、英語による各地域の文学を含むことがある。ポストコロニアル理論の発展とともに、 いわゆる英文学の領域も広がりつつあり、イングレシャスと複数型で語ることにより、20世紀前半までの帝国主義的な英文学の枠組みを壊そうという動きも現在では見られる。イン、ディットと省略されることも多く、その際にはしばしば大学内での学科としての英文学を指し、アメリカ文学を含めることが多い。イギリス文学の範疇に含まれる文学テキストは、 8世紀から9世紀頃に成立したものからしか残されておらず、したがって周辺ヨーロッパ文学において古代と呼ばれる時代に該当するテクストはイギリス学においては存在しない。中世の前半期と呼べる8から11世紀に古英語が成立し、現代英語の源流となっているが、その古英語で書かれたテキストとして、ジョジシ、ベオウルフ及び、 ラテン語福音書の東イングランド方言による翻訳が挙げられる。また、ウェセックス王国のアルフレッド大王が文教政策を推し進め、パリシフェンやボエティウスの哲学の慰めを自らラテン語から翻訳するなど、ウェセックス方言が古英語の標準となった。この時代は、陰文が主流であり、ベオウルフを含め、ゲルマン氏の特徴である登院が顕著である。年に、 フランスのノルマンディ以降ギオームがイングランドに攻め入り、ウィリアム一世として即位して、ノルマン朝が成立すると、英語は屈折語尾の消失や、統語も語順への依存度を増すなど、中英語へと進化していく。中英語記のテキストの金止等としては、ジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語がある。ロンドン方言で書かれているが、イタリア、フランスへ渡ったことがあるとされるチョーサーは、 大陸的施策法の影響を大いに受け、ゲルマン氏の特徴であった党員を出し、客員を用いている。同時代の詩人では、ガウェイン教と緑の騎士のガウェイン詩人、ノーフ、ピアズの夢のウィリアム・ラングランドが有名である。1450年頃、ヨハン・グーテンベルクによる活版印刷技術の発明が、ウィリアム・キャクストンによって、イギリスに持ち込まれ、印刷が急速に広まった。 16世紀頃には、屈折語尾は、現代英語に限りなく近い形へと消失、スボ型という語順も定着する。ただ、18世紀までは、初期現代英語あるいは、近世英語と呼んで区別する場合がある。エリザベス朝の頃に、文学は盛んになった。トマス・ワイヤットの叙情恋愛家を先駆とし、エリザベス一世のために、エドマンド・スペンサーが、妖精の女王を書くなど、 宮廷の庇護を受けた感もある。また、中世の頃から教会で行われていた奇跡劇、教訓劇はや次第に専門化され、そのためこぞって脚本が多く書かれた。リリー、ロバート・グリーンなどの優れた劇作家が輩出され、マーローによって基礎が築かれた。リリー、グリーン、マーロー、キット、トマス・キットは大学でではないが同輩として扱われている。 トマス・ロッチたち、オックスフォード大学やケンブリッジ大学の出身であるエリザベス朝における作家人たちを大学祭司、ユニバーシティ・ウィッツという。彼らの作風や当時流行していた大陸の詩などを学び、シェイクスピアが成功を収めることとなる。彼は四大悲劇、ハムレット、マクベス、オセロ、リア王などを書き、詩人としても多くのソネットを残した。その卓越した、 作品群は、イギリス文学のみならず、各地域の文学、演劇などのジャンルに大きな影響を与え続けている。17世紀に入ると、ジョン・ダンやジョージ・ハーバートなどの刑事上詩人が活躍。文学作品に多様な影響を与えた、近定約聖書が出たのもこの時代である。演劇では、ベン・ジョンソン、ジョン・ウェブ・スターらが活躍。 また、新京都革命を背景として、ジョン・バンヤン、ミルトンらが活躍。失楽園は、キリスト教的世界観を壮大に描いた古典である。王政復古期には、詩人のジョン・ドライデンが活躍した。英語による小説が、盛んになったのは1719年の、ダニエル・デ・ォー作、ロビンソン・クルーソー以降である。ジョナサン・スウィーフとは、ガディバー旅行記。 1726年を書き、ヘンリー・フィールディングが、トム・ジョーンズ、1748年を発表した。試作では、アレキサンダー・ポープが傑作を残した。18世紀の後半には、文学者のサミュエル・ジョンソン、ジェームズ・ボズウェルなどが活躍した。18世紀はまた、演劇の再興した時代でもある。この時代の終わり頃には、ゴシック小説が流行し始めた。 イギリスのロマン主義は、ウィリアム・ブレイクの死を、その方がとし、ワーズワースト・コールリッチの協調である詩集、ジョジョ集、ミン・1798年をもって、本格的に始まる。ワーズワースト・コールリッチは、フランス革命に対し憤慨した後、保守派に回ったが、若き詩人たちであるジョージ・ゴードン・バイロン、パーシー・ビッシュ・シェリー、ジョン・キーツはイタリアに移り、理想主義を掲げた。 19世紀には小説が飛躍的な発展を見せた。特に初期にはスコットが歴史小説で圧倒的な人気を誇り、その死をもってロマン主義は終結する。オースティンは風刺を込めて女性の地位や人生を描き、現在でも評価が高い。ビクトリア朝時代になり国民と長らく遠ざかっていた宮廷が親密なものとなった。 これに順応したのは、詩人のアルフレッド・テニスンであった。テニスンは、アーサーを伝説に取材した、国王墓下で、当時の倫理観をもとに描き切った。この時代の他の詩人には、ロバート・ブラウニング、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、クリスティナ・ロセッティ、マッシュ・アーノルドなどがいる。だがこうした国家の自己満足に反抗したのが、ブロンテ姉妹や、トーマス・カーライルらであった。ブロンテ姉妹のうち、 少女シャーロットは、ジェーン・エアを、次女エミリーは、嵐が丘を発表し、当時の社会を打破しようと試みた。チャールズ・ディケンズは、オリバー・ツイスト、デイビッド・コッパフィールド、ウィリアム・メイク・ピース作家・レイは、虚栄の詩を発表。ディケンズはこの時代の代表的作家で、後に、国民作家と呼ばれるようになった。19世紀の後半には、ジョージ・エリオットとトーマス・ハーディの小説が、 現実の暗さを描いた。この時代の小説は19世紀中盤の教育制度の発達とともに挿絵を含むものが多くなった。前述のディケンズはもちろんのこと、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスなどはすでに挿絵が作品の一部である例と言えるだろう。また雑誌に月刊で分載するのがこの時期の主流であった。19世紀的な家庭観。 自動館は、さらに自動文学の発展を促した。推理小説もまた、この時期に急速に発展したジャンルである。二十世紀に入り、イギリスの社会を一変させた第一次世界大戦を経ると、ヘルと近代社会の経験を反映したモダニズム運動が起こる。主な騎手として、アメリカ出身で後に、イギリスに帰化した詩人の T.S. エリオット、アイルランド出身の小説家のジェームズ・ジョイス。 フェミニストとしても有名なバージニア・ウルフラを挙げることができる。1930年代には共産主義に影響を受けた文学が数多く書かれる。この時代の主な作家は W.H. オーデン、クリストファー・イシャウッドなどである。また最近では今まで無視されがちであった1930年代の女性作家にも再び目が向けられている。イギリスは 第二次世界大戦後、特に1960年代に大量に移民を受け入れて以来多文化国家であり、文学にもその影響は如実に現れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。